はい、やってまいりました。PayPay ペペボーナス運用ですね、えー。今回チャレンジコースで500円以上上回ったので、下ろしたい、おろしました。おろしましたね。はい。で、直近でね、ちょっと下がったんですけども、えー、ちょっとこれは待ちました。で、待って上がったんで、もう下ろしました。500円あればね、吉牛食べ、波食えますんで、ありがとうございます。 で、スタンダードの方に移しました。で、僕がやってるのは、えー、自動追加でチャレンジコースにぶち込んで、で、500円ぐらい増えたらもう下ろしてスタンダードにぶち込むっていう手法でやっております。で、今のところもうずっとプラスですかね。まあ、チャレンジコースでマイナス出たやつももちろんあるんだけども、まあ、トータル的に言うと全部プラスになってるか、トータルで見るとプラスかなと、トータルマイナスではないという感じでございます。 まあ引き続きね、まだ1年ぐらいや、やまあ半年ちょいか8ヶ月ぐらいですかね、運用してみて。まああのー、今後も、まあ放置プレイなんで、あの何も別に手間かかんないんで、ただやることはこれをこまめにやっていくって感じですかね。はい。まあ銀行でね、利子500円増やすだけでも大変ですからね。まあ額がね、1億2億あった500円ぐらい増えるかもしれないですけど、うん、まあこれはありがたいですね。 わります。